こんにちは、クリッカートミーです。第11弾となる等身大インプレには新型プリウス PHV を選びました。 EV 化が世界的なトレンドですし、以前試乗した新型 CHR と同様にメーカー系レンタカー店がラインアップしていたのでエントリーした次第。先代プリウス PHV と比べ、新型では EV と走行性能の大幅の向上が売りですから、今回の試乗では EV 走行を中心に紹介したいと思います。レンタカー店に用意されていた白い新型プリウス PHV は、燃料電池車未来譲りの8連 LED ヘッドライトが生還。最新プラットフォーム TNGA が高いボディ剛性を実現しており、フロントアのドンという締まり具合からもうかがい知ることができます。インパネにはボディ同色のホワイトパネルと超大型ディスプレイを採用して華やかさと先進性を両立しています。リアシートは2人掛けと割り切り、専用の肘掛けなどで上質な空間を演出。加湿は床下に設置した大型駆動用バッテリーのために床面が底上げされており、 EV 性能とトレードオフの関係が見て取れます。新型プリウス PHV の充電方法は AC100V と 100V 急速充電の3通りが可能。急速充電なら約20分で約 80% の充電が可能なので、今回は EV 走行のポテンシャルを試すべく、急速充電設備を備えるイオンモールの多い千葉方面に出かけることにしました。レンタカー店でパワーオンすると、満充電の新型プリウス PHV はインパネから全身に電力を行き渡らせるように静かに起動します。エンジンはうんともすんとも言いません。標準のエコドライブモードの状態で軽くアクセルを踏むと、車は歩道の段差を柔らかくいなして路上へ出ていきます。街中では EV 走行が素晴らしく、最新の光合成プラットフォーム TNGA と入念な防音対策が効いて、静かに滑るように巡航します。信号からの発進や追い越しでも、モーターの無振動かつレスポンスとトルクの効いた走りを披露。まさに静粛、円滑、トルクフルの3拍子が揃い踏みなのですね。これは上質なパワーユニット、先にレクサスブランドで出してもよかったと感じるほどでした。ただ路面の整った市街地から幹線道路に出ると、路面の影響を受けやすくなりました。エンジンの音と振動がない分、荒れた路面ではロードノイズが耳についてしまうのですね。タイヤは国内メーカーの標準的なエコタイヤが装着されていましたが、300万超えの高額車としてはいささか寂しいチョイス。おそらくタイヤをグレードアップすればロードノイズは改善できると思います。新型プリウス PHV は EV 航続距離が 68.2km と仙台比で約2倍近く伸びていますし、デュアルモータードライブによりパワーアップしているので、都内を流す距離と負荷ぐらいではまだ HV に切り替わることはありませんでした。そこで首都高速に乗り入れて高速域での EV 走行を試します。